皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。眉サロンに行くと左右対称に揃えてくれて、眉の長さも立体的にカットしてくれます。自眉が整うと翌朝からのメイクはなぞるだけだからとっても簡単で楽になります。ですが自宅でやると失敗してしまったりとか、うまくできないという声をよく聞きます。今回は眉サロン級に仕上げるためにやってはいけない5つのことと正しい眉カット方法を紹介します。この動画を見ながら眉カットしていただきますと、動画を見終わった頃にはサロン帰りのような眉になっていると思います。それでは動画スタート。やってはいけない5つのことを紹介します。まずは1つ目、すっぴんの眉状態で眉カット。ガイドラインとか何もない状態で眉カットをするのはプロでもなかなか難しいです。眉カットはまずは理想の眉毛を描いてからカットをします。続いて2つ目、眉の黄金比率を無視する。こちらの写真比べてみるとどちらの眉が美しく見えますか？多くの方がこちらの写真を選んだと思うんですが、なぜ美しいと感じたかというと、眉の黄金比率を当てはめているからです。眉の黄金比率を無視してしまうとこのように不自然な印象を与えてしまいます。眉頭は小鼻の延長、もしくは目頭の延長線上の間のどこかです。眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線上に、そして眉頭の下のラインよりも下がらない位置に。眉山は黒目の外側から目尻の間のどこかにあるといいです。また太さも瞳の大きさの3分の2の太さを目安に作られると、太すぎず細すぎないちょうどいいバランスに仕上がります。はい、続いて3つ、カミソリを使う。眉カットをする際に9割ぐらいの方がカミソリ使うんではないでしょうか。眉って1ミリ単位で印象が変わるので、すっごく繊細な作業になります。カミソリで繊細な作業をするのは結構難しいし、手が滑ってしまうと眉を剃り落としてしまうなんてこともあります。メインはハサミを使っていただいて、1本ずつ慎重に丁寧にカットをしていただいて、カミソリはあくまでも仕上げに使うツールとして考えていただきたいです。続いて4つ目、眉の長さを短く均一に揃えること。眉が濃くてお悩みの方がよくやりがちなんですが、電動カミソリなどを使って全体の長さを短く均一にビーンと刈り剃ってしまう。薄くは見えるんですが、上から見られた時とか横から見られた時に眉の立体感がなくてすごく不自然です。また毛がないところは長さでカバーすることができるんですが、短く剃ってしまうと地肌が見えてまだらに見えてしまうこともあります。毛並みを感じるようなふわっとした立体感のある眉に仕上げると今っぽく仕上がります。今毛が短い人はまずはね、毛を長くしてください。もう3ヶ月いじらないでください。そして最後5つ目、眉頭と眉の下を作り込むこと。最近のトレンドはナチュラル眉です。眉頭を作り込みすぎると不自然に見えるし、眉頭の下のラインを作り込みすぎるとコン砂漠感が強くなります。眉頭と眉の下のラインは作り込みすぎず、産毛をあえて残すことによってナチュラルな印象を与えます。以上、やってはいけない5つを紹介させていただきました。知らず知らずにやっていた方はもしかするとそれが失敗につながっていたかもしれないです。でももうこの5つを知ったから、もうこれからは失敗しないと思います。それでは実際に眉を整えていきます。眉の黄金比率左右対称にするためにこちら糸を使っていきます。眉尻などを決める際にブラシの柄などを使ってこのようにやっていたんですが、糸を使うことでお顔のカーブに沿って目印がつけれます。より正確なガイドラインを描くことができます。では糸にコンシーラーを重ねていきます。地味にこの作業が難しいです。ご家族の方とかに手伝ってもらうといいかもしれないです。まずは正中線をつけていきます。鼻の中心からそのまま上がったところ、まっすぐ入れていきます。まっすぐ、これがねずれてしまうと全体がずれてくるので、まっすぐこんな感じに入りました。では眉頭の目印をつけていきます。離れ目さんは小鼻の溝の延長線上に、寄り目さんは目頭の延長線上付近にラインを入れるといいです。コンシーラーが乾いてくるので糸にねコンシーラーをつけていきます。眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線上、眉山は小鼻と黒目の中心を通ったところに。大人っぽくしたい人は眉山は外側に、小鼻と黒目の外側を結んだ延長線上にするといいです。
眉尻は眉頭の下のラインよりも下がらない位置にしたいので、これもね正確にやっていきます。今度はコンシーラーちょっと長めにつけます。正中線のガイドラインに合わせてまっすぐ線を入れていきます。こんな感じで反対側も一緒にやっちゃいます。はい、こんな感じに入りました。じゃあ反対側も眉尻、眉頭、眉山決めていきます。眉頭は小鼻の溝の延長線上、眉山は小鼻と黒目の中心を通ったところ、眉尻は小鼻と目尻を結んだ線。ああ、ついちゃったこのように目印が入ったので、これをね目安にガイドラインを書いていきます。はい、ちょっとわかりやすいようにベリーブラウンを使っていきます。眉頭の下は縦と横が交わるところに、眉尻は縦と横が交わるところに、眉頭の角度は鼻の側面のカーブに合わせてそのまま延長させるととっても自然です。眉中、黒目の3分の2の太さが理想です。眉頭から眉尻に向かって徐々に細くなるように太さを調整するといいです。私は今のトレンド、平行アーチ眉にします。眉頭の上から眉山をまっすぐと描きます。上のラインと平行になるように眉の下のラインをまっすぐと描いていきますが、眉山に向かって徐々に細くなるように意識されるといいです。眉山は角を取り、眉山から眉尻は丸みを意識します。下のラインも丸みを意識するといいです。そうすると平行アーチ眉が完成します。反対側も同じようにガイドラインを描いていきます。ちょっとね新しい糸を使って高さを見ていきます。目頭から眉頭の上の高さが一緒か、一緒だ。目の下から眉山の高さ一緒か、眉頭から眉尻の長さ、ここだね、反対側は、はい、一緒です。はい、このように左右対称、正確にガイドラインを描くことができました。もうここまでできれば超簡単です。ガイドラインからはみ出た眉上のラインを一本一本丁寧に眉毛の根元からカットをします。下のラインは根元ではなくガイドラインからはみ出た毛のみをカットします。この時産毛は残しましょう。下のラインは産毛を全部取ってしまうとコンサバ感が出るので、産毛を少し残しつつ間引いていきます。根元からカットをするといいです。眉頭も産毛を残し間引いていきます。反対側も同様にカットを行いましょう。眉のトレンドは太くなったり細くなったり、また形が変わります。後に眉を太くしたりとか眉の形を変えたい時に毛を抜いてしまったことで毛が生えてこない場合もあります。そのため毛抜きを使用する場合は眉から離れた無駄毛と眉間のみの使用をおすすめします。そしたら長さを整えていきます。使用するのはコームブラシです。眉頭は下から上に毛が生えています。下から上にコームを通し、ガイドラインに合わせてコームを止めて、ガイドラインからはみ出た眉毛をハサミでカットします。眉中は下から上と上から下が混在しています。下から上に溶かしガイドラインで止めて、ガイドラインからはみ出た眉毛をカットします。そして上から下にも溶かしガイドラインで止めて、はみ出た毛をカットします。眉尻は上から下に生えています。コームを上から下に溶かし、ガイドラインからはみ出た毛をカットします。長さが長いとちょっとね寝たような感じになるんですが、長さを調整するとこのように立体感が生まれました。反対側も同様にカットをします。そしたら一度目印もガイドラインもすべてオフしていきます。わあ、めっちゃ綺麗。3ヶ月伸ばした甲斐がありました。なんか眉毛整えた方がいいですよとか、ボーボーですよってコメントたくさんいただいてね、本当見苦しかったと思うんですが、これでもう言われないでしょうねそしたら全体のバランスを見て、ちょっと毛が濃いところありますよね。下から上と上から下が混在するところ、特にここのね眉中濃くなりやすいです。ここをね間引きしていきます。
ブラシなどを使い毛をかき分けて眉毛を一本一本根元からカットし量を調整します。全体のバランスを見ながら慎重に間引くといいです。ビフォーは輪郭がぼんやりしていましたが、眉を整えることではっきりとした印象に。はい、自眉を左右対称に整えたことで翌日のメイクはすっごく簡単です。アイブロウペンシルを使って毛が足りないところを毛を増やすように一本一本描き足します。毛流れも意識して描き足すと超自然に見えます。毛が短い方や生えていない方はまつげの美容液を使って一度3ヶ月ぐらい眉育をしてからカットされるといいと思います。さらにアイブロウパウダーを使うと眉メイクがワンランク上がります。眉頭は淡いカラー、眉中は中間色、眉尻は濃くなるようにグラデ眉にすると立体感が生まれます。このように立体感が生まれます。また眉マスカラを使ってカラーチェンジすると垢抜けた印象に。毛を立てるように毛流れとは逆方向から重ねた後毛流れを整えます。眉頭は上向きにすると毛並みを感じる今っぽい仕上がりに。はい、以上やってはいけない5つの例と正しい眉カット方法を紹介させていただきました。仕上がりはいかがですか？よかったらコメントでね教えてください。何か少しでも参考になったら幸いです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。今後も皆様のお役に立てるような動画を配信していきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をお願いします。またインスタ、TikTok、Twitter 各 SNS をやっていますので、そちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。